武装テログループのリーダーによる声明文が全世界に向けて発表された。リーダーは先の宇宙兵器開発問題で解雇されたベルナー社軍事部門最高責任者キャスパー・コーエンだ。コーエンはユリシーズの厄災以降、一部特権階級の私腹を肥やしただけの国連及び大国政府の政策責任を追及するとし、拉致したグレイメン9人を処刑。そして EU 東部からアジア共同体にかけてのユーラシア大陸南部をユリシーズ難民による国家ユージア連邦として独立することを宣言。その声明文は次の通りだ。ユリシーズの厄災から20年、難民たちは苦しめられてきた。そして未だユリシーズの破片が NEO として多く集会、落下の危険性は極めて高い。ユリシーズの悲劇はまた繰り返される。今こそ人類の力を結集して対策すべきである。そのような事態にありながら、国連は20年もの間大国の言いなりとなり弱体化した。その対策として、失われた世代と呼ばれる我々難民出身者が脆弱な国連に代わる新たな秩序となり、強力な統治機構で世界の窮状を救うのだ。だと。ふざけた話だが、事実ユーリを中心にベルナー社の軍事兵器を使用して大陸各国の主要地を武装化し、防衛ラインを引いている。テロ組織の独自行為とは思えない迅速さだ。加担している国家も複数あると見られている。国連軍の出足の遅さがあだになったな。ユージア、また歴史の1ページが紡がれました。もっと歴史のお勉強をしましょう。昔モンゴル帝国と呼ばれる国がありまして、あ、また出撃のようですね。この話はまた別の機会に。全員揃ってるな。ユージア軍を名乗るテログループの侵攻を防ぐべく、ユーラシア大陸各防衛線において国連軍の大規模作戦が決行される。一つはペルシャ湾沿岸エリア、もう一つはアジア極東エリアでの同時作戦となる。我々アローズにも出動要請が下った。再び東京に向けて出発する。今作戦は陸海空全ての勢力が激突する大規模作戦となる。激しい戦闘が予測されるが、目立ちたがり屋には絶好の舞台だ。機体の整備は慎重にしておけ。この戦線を切り崩すのは俺たちだ。
く帰還した。あの白鯨は某国が開発した超大型の空中管制機だ。大型マッコとこれも揃ってるな。見知らぬ顔も多いだろうが、まあそのまま聞いてくれ。対ユージア軍との交戦に向け、国連軍からアローズを正規軍として迎え入れたいとの要請があり、アローズ社はこれを了承した。アローズ各隊はこれをもって解体。これより軍事参謀委員会直下の独立強襲部隊タスクフォース118アローブレイズとして再始動する。私は引き続き指揮官を務める。正規軍所属の飛行隊も共に解体再編。エッジーかリッジバックス隊もアローブレイズに編入。他各国から戦果著しい傭兵プライベーティアたちも我が部隊に編入される。我々は国連独立コマンドから正規軍になったが、今まで通り報酬はいただく。これより各ユーラシア大陸防衛線において永久の解放作戦を開始する。新入りたちに言っておく。ここでは一番稼いだ奴が全ての行為を優先される。金と名声が欲しければうちのエースを抜くことだ。再稼働まであと24時間。つまんないの。しばらくお休みください、マスター。次南米よりアメリカ本土に向けて飛行する敵戦闘機部隊を確認。交戦ポイントはエリア B7R。 リボンちゃん見て。まさか上か。レーダーに新たな反応。そんな20年前の光景をまた見るなんて。出撃には若干時間がある。機体の調整は十分に行え。